洗脳チームの説明をしていきたいんですけど、学生割引強化、遠征割引復活、バス割引設立、これね、マーブすごい変なところにあります。すごい行きづらい。来るのにもお金かかるし、マーブの施設利用料もね、そんなに安い方ではない。なるべく多くの人に、今僕たちが気合い入れてセットしてる課題をいろんな人に触ってほしいということで、割引を3つ追加しました。で、その次、社長 YouTuber 計画、社長全国巡業。まあ多分このマーブ大総選挙、勝て四天王チームが勝っても時チームが勝っても僕が一番辛いんですよ。なので社長にももっと働いてもらおうということで、社長に YouTube いろいろ更新してもらって、でプラスで全国巡業はジム、全国のジムに回って講習を開いてもらう。でその後はオリジナル商品制作とオンラインショップ再開。オリジナル商品制作っていうのは、まあ、マーブスタッフのドットティーだったりね、そういうのを復刻したりしつつ、いろいろ新しい商品を作っていけたらなと思います。今あるのはライターとかタンブラーとか、そういういろいろ企画は出てるのでお楽しみに。 LAC 復活、マイセットエントリーを募って30人いったら絶対やるという感じになります。でマーブーマルチキャンペーンっていうのは、月パスを2ヶ月目の更新があった場合、紹介してくれた人の更新が無料になる、はい、ということですね。こういうマーブーっていうのは TSS とかでたまにやってるメッセージみたいな企画をマーブーでも、セット前にストーリーで告知をしてアンケートを取って、どんな課題を作ってほしいかっていうのを、マイセット10個課題を作るっていうの、まあ、こんな感じで今まで以上のものを、マーブーなかったものっていうのを新しく作っていこうという若手四天王チームで、社長とはちょっと裏腹に新しい方向にマーブーを動かしていこうと思うので、ぜひこれまでおじさんだらけだったマーブーを若い人たちが使えるように、ぜひマーブー若手四天王チームに投票お願いします。マーブ総選挙特チームのマニフェストを発表していきたいと思います。閉店時間12時、マーブといえば深夜営業、かなりね11時にした時もお客さんからね12時がいいっていう声も多かったので、お試しでね年内で復活してみたいと思います。でキッズオールウィークリーオール、今ねキッズオール実質稼働できてないので、ウィークリーにしてね、ちょっとこう面白いムーブだったりとか、すごい保持の方とかテーマを持たせて、毎週毎週ねお客さんたちに楽しんでもらおうと思っています。でお客さん感謝祭復活、これはね以前やっていた、まあ、バーベキューとかを呼んでお客さんたちにね、1年間ありがとうございますっていうね、あの素敵なイベントをね、もう一度しっかりと形を取ってやりたいなと思っています。で、アットマークレッスンマーブー解説っていうのは、このアカウントにタグ付けして、マーブーの落ち動画とか、まあ、マーブーの登れた動画とかを上げてくれたら、それに対してね、ワンポイントアドバイスというか、講習的なものをコメントでね、僕とかグチとか、まあ、モギとかがこう分かりながらしていこうっていうものになります。お客さんとね、もっともっとコミュニケーションを取る、すごくいいものだと思うので、これもぜひ実現させたいと思います。でレベル別サーキット道場っていうのは、平日の夜に例えばね、M5 のレッスンがありますよとか M6 のレッスンがありますよとかっていうのを、人をある程度ターゲットを絞って集めて、そのグレードがサーキットできるようにアドバイスをしたりとかしながら、みんなねいっぱい登り込んでいこうっていうね、まあ、道場的な感じですかね、普通のジムでいうところ。でマーブーコロシアム復活、僕たちが大変な皆さんが大好きなイベントですね、全面セットの前に必ずねこれをやって、まあ、10本なり10何本なりスペシャルな課題を用意して、2時間3時間皆さんに、ね、楽しんでいただくっていうね。過去 T シャツ復刻っていうのは今年になってからずっと言ってるんですけど、マーブねいろいろ今まで T シャツ出してきました。で、あれが欲しいとかね、新しいものももちろんねちょこちょこ作ってるんですけど、過去のものも人気になるので、そういうものもねまた復刻して販売していこうっていうこと。喫煙所に屋根を作る、マーブといえばタバコ、喫煙者がねすごく多いです、お客さん、うん、で常連さんはねこれかなり嬉しいんじゃないかと思ってね、僕マニフェストの方に入れさせていただきました。で特チームのマニフェストは、今までも、マーブーのファンでずっとこうマーブーのことを愛してくれた方々に向けて、もっともっとマーブーを好きになってもらおうというものをねいっぱい詰め込んでるようなマニフェストになっていると思います。ぜひね僕のチーム参加していただいて、投票していただいてポイント稼ぎましょう。で必ずやね、もっともっとマーブーを良くする案いっぱい挙げてますんで、これを実現させましょう。